マート・クローリーはアメリカ合衆国の劇作家、脚本家、真夜中のパーティーの作者として知られる、ミシシッピ州、ビックスバーグに生まれる。ワシントン DC にあるアメリカカトリック大学で演技や小ビジネスを学ぶ。1957年に大学を卒業し、ハリウッドのテレビ制作会社に勤務。草原の輝きのセットで主役のナタリーウッドと出会い。 ウッドのアシスタントとなった。彼女はハリウッドの同性愛者に対しシンパシーを感じており、それがゆえにーであるクローリーを経済的に支え、彼に同性愛をテーマにした劇を書くための十分な時間を与えた。戯曲、真夜中のパーティーは1968年4月15日、オフブロードウェイのシアター法で初演された。演出はロバート・ムーアが務めた。タイトルの The Boys in the Band は映画スター誕生でジェームズ・メイソンがジュディ・ガーランドに言うセリフユーアーシンギング・フォー・ユア・セルフ &The Boys in the Band から撮られた。登場人物のほとんどが同性愛者でかつ同性愛を真正面から描いた作品は前例がなかったことから当初の予定では一つの劇場でご公演だけだった。ところが真夜中のパーティーはすぐに評判を呼び 1970年9月6日の終演までに背に一回上演された。彼は後にこう述べている。私は当時も今も人権活動家であったことはない。何が私の中でひらめいたのかわからないが、真実を書いただけなんだクローリーと TV プロデューサーのドミニク・ダンは1970年に CBS の子会社シネマセンターフィルムズの制作で、 真夜中のパーティーを映画化した。クローリーは脚本とプロデューサーを務めたが、脚本料は受け取らなかった。ロバート・ワグナー主演の TV ドラマ、ハート2、ハートのプロデューサーを1980年から83年にかけて務めた。2002年に真夜中のパーティーの続編、ザメンフロムザ・ボーイズを発表。サンフランシスコで上演された。これまでにセルロイドクローゼット、 ドミニックダン・アフターザパーティー、真夜中のパーティーのドキュメンタリーである、メイキングザ・ボーイズの3本のドキュメンタリー映画に出演している。2020年3月7日、心不全のためニューヨークマンハッタンで死去。84歳ボーツ。同年9月、真夜中のパーティーは、再び映画化され、ネットフリックスで配信された。放題は、ボーイズ・イン・ザ・バンド。ありがとうございます。